シルビウス・レオポルト・バイスシルビウス・レオポルト・バイスは、ドイツ後期バロック音楽の作曲家、リュート奏者。父親のヨハミア・コップもリュート奏者だった。地元の宮廷に仕えた後、ローマやドレスデンで活躍した。1686年誕生説もあるが、資料の裏付けから実際に1687年に生まれたことがわかっている。名は、シルビゼ、姓は、 バイスという綴りもある。生前は最も有名で、かつ技術的に最も洗練されたリュート奏者であった。トレモロ奏法の発明者。多産なリュート曲の作曲家でもあり、約650曲以上を残した。バイスの作品の多くは、そなたや組曲、部曲などに分けられる。室内楽や競奏曲も作曲したと言われているが、 これらの分野の作品のほとんどが現存していない。作品の整理番号には、スミス番号、クライマ番号、ビシエス・プリングウィズ番号がある。ご半生においてバイスは、ヨハン・ゼバスティアン・バッハと進行を結んだ。ヨハン・フリードリヒ・ライヒャルトは、二人が、即興演奏を楽しんだとする言い伝えを記録している。バイスの息子、ヨハン・アドルフ・バイスは、ドレスデンの宮廷流ート奏者として、 彼の後を継いだ。ありがとうございます。